ペレアスとメリザンドはガブリエル・ホーレが作曲した劇気不随音楽およびその抜粋による還元楽組曲。現在では組曲による演奏が一般的である。モーリス・メーテルリンクの擬曲ペレアスとメリザンドは1893年にパリで初演され、1895年にはロンドンで上演された。イギリスの女優パトリック・ギャンベルはこの擬曲を英訳して、 上演するために1898年3月から4月にかけてロンドンに滞在していたフォーレに音楽を依頼する。これを引き受けたフォーレは同年4月にフランスに戻るが自身はパリ音楽院で作曲家のクラスを受け持っており地方のコンセルバトワール視察や同年7月までに音楽院フルート家の課題曲を作曲することになっていたこと、さらには マドレーヌ寺院でのオルガニストとしての仕事などに追われていた。このため、音楽は1898年5月の実質1ヶ月間で作曲し、オーケストレーションについては弟子のシャルルケクランに委ねた。この時フォーレはケクランに対し細かく指示を与えている。1898年6月21日、ロンドンのプリンス・オブ・ウェールズ劇場で英訳による上演が行われ、 音楽は、フォーレ自身の指揮によって初演された。音楽全体は19の商品からなっている。この時のオーケストラフは、アルフレッド・コルトーからロベール・レーマン、ナディア・ブーランジェ、ジャン・ミシェル・ネクトゥーと渡り、現在では、フランス国立図書館に保管されている。1898年から1900年秋にかけて、フォーレは、ペレアスとメリザンドの不随音楽から、前奏曲、糸を紡ぐ女、 メルザンドの死の3曲を選んで、還元楽用の組曲とした。この時、ケクランによるオーケストレーションに手を入れ、オリジナルの室内オーケストラ用から二巻編成用に拡大した。組曲版は1901年2月3日、カミーユ・シュビアール式、コンセールラムルー還元楽団によって初演された。フォーレは、この初演が不満だったらしく、妻に宛てた手紙に、糸を紡ぐ女は、 とにかく早すぎる、と書いている。しかし、糸を紡ぐ女は好評で、初演時にアンコールされている。その後、さらに、シシリエンヌ、メルザンドの歌の2曲を加えて5曲編成とした。現在では、この組曲がもっぱら演奏されるが、メルザンドの歌のみが声楽入りであるため、この曲を外した4曲構成もよく見られる。また、 オリジナルの劇フズ音楽からの商品を敵に加えた形でも演奏されることがある。ホーレの他の作品と同様、演奏効果の点では地味だが、内容的な充実からして中期を代表する傑作と言える。組曲版はホーレの理解者であり、当時盛んであったサロンの主催者でもあった、エドモンド・ポリニャック公爵夫人に検定された。フルートに、オーボエに、クラリネットに、 ファゴットに、ホルントランペットに、ティンパニ1体、ハープ、言語部、声楽、シシリエンヌを除く、各曲は、同期的に密接につながっている。メーテルリンクの戯曲、ペレアスとメリザンドに触発され、これをオペラにすることを思い立ったのが、クロード・ドビュッシーである。ドビュッシーは、戯曲が初演された1893年からすでに、オペラの作曲に取り掛かっており、 1898年、頃には音楽がほぼ出来上がっていた。女優のキャンベルは、ドビュッシーに対しても、作曲中のオペラの音楽から、劇気不遂音楽に使用することを依頼していた。しかし、ドビュッシーがこれを断ったため、キャンベルはフォーレを頼むことになる。ドビュッシーは、これについて、彼らの講演に、私の音楽は向いていない。詰め込みすぎで混乱しており、鈍重だ。 それに、フォーレがペレアスを手掛けたからといって何ができよう。俗物で間抜けな連中には、うってつけの音楽家だろうが、などと手紙に書いている。当時、ドビュッシーはフォーレをサロン音楽の代表者とみなして厳しく批判していた。フォーレの音楽に対するこのような見方は現在もその影響がある程度残っていると言えよう。ドビュッシーは、フォーレの不随音楽による上演も見ており、 糸を紡ぐ女は、まるで温泉場のホステスのようだと評している。事実、ドビュッシーのオペラでは、糸を紡ぐ女の場面は、カットされている。こうした改変は、原作者のメーテルリンクにとっては不満であったようで、原作を歪曲するものだとして、裁判沙汰となった。また、オペラの出演者をめぐっても、ドビュッシーとメーテルリンクは異境を起こしている。こうした、右翼曲折の末、 ドビュッシーのオペラが初演されたのは、フォーレの初演に遅れること4年後の1902年で、ある。とはいえドビュッシーからフォーレに宛てた手紙では、モンシェールメートルイアミ、我が親愛なる友の先生へ、と、極めて丁寧かつ親しげな口調で語りかけており、人間関係においては、必ずしも敵意を抱いてはいなかった。ペレアスとメリザンドの音楽は、フォーレ以外に主として、次のものがある。 ありがとうございます。